ってきます。はいしょ。ただいまです。ということで、四谷アウトブレイクで弾き語りライブしてきました。いや、めちゃくちゃ緊張しました。いやー、まあちょっとね、ライブをしてきました。ちゃんと失敗しましたしね。なかなかね、ライブじゃないと失敗が失敗もライブのうちですからね。四ツ谷アウトブレイクの今夜四ツ谷の地下室でというチャンネルの方でアーカイブ残っております。見れますんで見てやってください、ぜひ。うん、四ツ谷アウトブレイクは1回しか僕出たことないんで、僕のことを知らない、バフノイドの僕らのことを知らない方が見てくれる良い機会だと思います。そして四ツ谷アウトブレイクの YouTube 配信自体がすごく頑張ってて、クオリティがものすごい高いんですよ。すごい設備でした。なので、あと業界的にも話題になってると僕は思います。なので知らない人が見てくれる確率がすごく増えてるんじゃないかなって思うんですよ。なのでガンガン見ていただいてね、そのいっぱいある動画の中から僕の動画を見てもらえるようにね、再生数が伸びてるの、おなんだろうって見てくれんじゃねえかなと思うので、いつも見てくださってる方もよかったらいっぱい見てやってください。うん、あれ一発撮りなんですよ。一発、まあ見ていただいた通りなんですけど、いやすごいですね。うん、はい、少数のスタッフですごい回してて素晴らしいと思います。はい、ウッドアウトブレイクもそうですけど、他のライブハウスもすげえ頑張ってて、僕がお世話になっております。浅草ゴールドサウンズもすごい頑張っております。ゴールドサウンズのページもチェックしてもらいたいです。プラネット系だったりとか251とか、そうですね、馴染みのあるライブハウスも踏ん張ってます。なんとか僕は元気にやっております。ライブができないのがすごいもどかしい日々ですけれど、すげえ元気にやっておりますので、元気のない方がいたら、まあ、少しだけお分けできるぐらい音楽に料理に、いろいろな YouTube 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。この後はシャワー浴びて、編集してシャワー浴びて、時間が残ってたらプチ打ち上げ、プチでもないな、がっつりか、打ち上げ生配信もするかもです。ではお会いできましたらまた。トシトでした。ありがとうございます。